今日はですね、北海道十勝花畑牧場生キャラメルポテトチップス染み込み厚切りタイプの紹介です。どんなのかなと思って、はい、なんか美味しそうですね。ポテトチップスに生キャラメルが染み込んでるんでね、染み込んでるって書いてます。それでは開封していきたいと思います。ダラララダラララダーン。はい、こんな感じです。よいしょ。はい、出ました。こんな感じです。はい、これはこのまま置いときましょう。はい、こういう袋に入ってます。だってなんかシンプルですね。袋、本当の袋ですね。では中身を、よし、あら、開かない。ハサミですね、これは。はい。大体ここら辺から。はい、中身はこんな感じですね。見えますか？こんな感じです。はい、こんな感じ。あ、本当ですね。ポテトチップスに本当にキャラメルが染み込んだというか、まあ塗ってる、表面に塗ってるっていうか、まあ漬け込んでるっていうのが正解ですね。これきっとおそらく漬け込んでますね。はい、じゃあちょっと食べてみます。あ、美味しい。味的にはですね、生キャラメルですね。もう書いた通りの生キャラメルの味がします。で、ポテトチップスはですね、少し厚みがあるんですね。薄いやつじゃなくて少し厚みのあるポテトチップスに生キャラメルが染み込んでいます。いや、漬け込んでるんですね。生キャラメルの中に漬け込んでるんだと思います。はい、まあ冷蔵庫からですね、ちょっと1時間ばかしやを部屋に置いているんで、ちょっとね手につきますね。でもうちょっと早めに食べればよかったかなと思います。はい、食べた感覚的にはですね、しっとり感ありますね。やっぱちょっと常温に長く置きすぎたかなと。まあ、ちょっと冷たくして食べた方がパリパリと食べれるんじゃないかなと思います。美味しい。はい。というわけで、今日は北海道十勝花畑牧場生キャラメルポテトチップス染み込み厚切りタイプの紹介でした。じゃあね。